2017年、今世界に迫る危機、その先に見え始めた新しい地図。列国の力が動くべく世界情勢同様、日本のオカルト界もまた時代の大きな潮目を迎えています。現実がオカルトを凌駕する時代にオカルトは滅びゆくのか、それとも再び光を放つのか。そしてそれを背負いど真ん中に立つのは誰だ。今宵はすぐそこに迫る2018年に向けた様々な警鐘を題材に、紅白の対戦形式で緊急検証。本年度のテーマはオカルトは死なない。今年も本家の紅白よりも熱く深く刺激的な第5回紅白オカルト合戦を開催いたします。改めましてこんばんは。緊急検証2018年度版超新薬目視録第5回紅白オカルト合戦。この番組は紅白2チームに分かれたオカルト界の指揮者たちが、それぞれの見地から予想しうる2018年の世界の未来を先取り公開、その情報の衝撃度で私有を決するファミリー劇場年末の風物詩といえる番組となっております。今年は新たな試みとして世代別で紅白両軍を編成。オカルト界の未来を背負うのはレジェンドたちなのか、それともニュージェネレーションなのか、オカルト世代闘争として対戦していただきます。また今年はファミリー劇場だけでなく、私も大変ゆかりのある東京 MX でもですね、放送が決定いたしました。今まで以上にたくさんの皆様に向けてよりアグレッシブな対戦をお届けしますので、最後までご注目いただきたいと思います。ではここで紅白両軍の顔ぶれを紹介しよう。まずは白組、山口敏太郎氏率いるレジェンド軍。キャッチコピーは全員オカルト。対する赤組、オカルト下克上を狙うニュージェネレーション。大将にはなんと中澤武氏が就任。さあ中澤さん、はい、大将就任、これはもうおめでとうございますね。 ありがとうございます。僕が大将っていうことで、はい、不安に思われてる方もおられるとは思うんですが、はい、人っていうのは、うん、立場が作るということを昔から言うので、この立場になったからには今までの僕とは違う面が出せるんじゃないかなと期待したいですね。江戸時代の15歳は人殺しができましたからね、はい、例えがその例えどうなんですかね。シャープすぎるな。そう、刀で切れたから。さあそして両軍のプレゼン対決を審査していただく審査員の皆さんを紹介します。まずはおなじみロックミュージシャンで作家の大月健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。紅白オカルト合戦もう第5回目です。5回ですか、はい、まあそれはつまり僕は本家紅白に5回は出ていないということですよね。まあ1回も出たことないんですけれども、でもね、最近ねこのオカルト紅白に出たいっていうミュージシャンに僕たまに会うんですよ。お、嬉しいですね、ミュージシャンの方。その理論理屈というのが、まあ本家紅白に出るのはどうも俺の人生でなさそうだと。でも大月のルートで、あのなんか変な番組になら俺出れなくねみたいな、そういうことをたまに言われる。今年のは結構重要だと思いますよ、はい、本当 あの日本がちょっと不安な情勢の中で、それが当たる当たらないにしろ何にしろ、なんか一つのそのサジェスチョンというか方向を示すようなことになると思いますよ、うん、さあ続いてこちらも当シリーズには欠かせないコラムニスト漫画家の新さんなめこさんです。よろしくお願いします。なめこさん、もう2017年残りわずかですが、はい、今年はどんな年でした、はい、今年はそうですね、マルチ商法によく勧誘された、何回も勧誘されたというちょっと運気的にはあんまり良くない年でしたね。何か買っちゃって間違っちゃったなとかっていう。買ってはないですけど、はい、まあ、いろんな講演会とか聞きに行っちゃったりとかありましたね。足を運んで、はい、さあ続いては、来年2018年に必ずブレイクすると当番組のプロデューサーが太鼓判を押すアイドルの椎名光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。椎名さんはあの子供の頃からオカルトマニアだと。両親が怖いのがすごく好きで、はい、あの日本のホラー映画とかは結構見てますね。彼女のライブはすごいんですよ。そうですか、はい、なのでファンの人々を土下座させて、でその上をどん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 歩いていって、はい、でね、青森の時は最終的に簡易トイレの上に登って
そのまま消えていったっていう。さあ続いて日本を代表するエキサイティング新聞東京スポーツ記者の三浦慎二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ5年連続で出場していただいて。5年なんすね、すごいですね、はい、びっくりですね。今日もね、はい、カジュアルな感じですね。休みでそのまんま、はい、今年もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあそして、三浦さんの隣にですねもう一つ席が空いているの皆さんお気づきでしょうか。実はですね今年はスペシャルな審査員の方にお越しいただくことになってるんですね、さあそれではお呼びいたしましょう。ご登場願います。誰だ。スペシャルな審査員とは。さあご登場願います。サイエンスエンターテイナー飛鳥昭義。飛び立ちます。ちょっと待ってください。衝撃のフライアウェイ宣言から1年、オカルト界の怪人がスペシャル審査員として緊急カムバック。いやお久しぶりです。1年ぶりです。じゃあまずあ優勝旗返還いいですか。やだ。いやだじゃないです。出てきて。いやニューアスカのイメチェンで、はい、ニューアスカポニーペテールのこの後ろ髪が引かれてるっていう。引かれてるから頭返さないってことですか。やばい。久々に出てきていきなりよくわかんないじゃないですか。はい、はい、すいません。優勝旗はしっかり返還してもらいそのまま審査員席へ。飛鳥氏の票の行方にも注目です。さらに今年も昨年に引き続き会場に65名の観覧客の方をお招きしております。皆様にも対決の審査をしていただきより支持を集めたチームに一般審査票1票が加えられます。最後まで厳正な審査をお願いいたします。さあそれでは早速紅白両軍の対戦を開始したいと思います。今年はオカルト世代闘争ということで、全対戦フリーテーマで両軍の代表者にえりすぐりの情報をプレゼンしていただきます。それでは先鋒戦に参ります。さあ中澤大将、はい、先行の赤組トップバッターどなたでいきましょう。怪談界のプリンス吉田裕貴さんでいきます。吉田さんよろしくお願いいたします。赤組吉田裕貴氏、タブー知らずの次世代オカルト番長が下克上決戦の火蓋を切る。皆さん休みの日には公園を散歩したり部屋に観葉植物を飾ったりと植物に癒されているような人が、たくさんいると思います。ただ植物というのは優しい癒しの力を持つと同時に恐ろしいたたりのパワーもあることを忘れないでいただきたい。昔から日本各地には植物のたたりにまつわる恐ろしい怪談が多数存在します。皆様のよく御神木があってそれをカーブするようにね道路を建設したみたいなのは日本各地にあるんで見たことあると思います。そういう御神木の中でも私が最もたたりのパワーが強いと最近調査しているのが県の某神社にあるホオノキの御神木なんですね。その木はもう超強力なたたりのパワーを持っているため伐採なんか持ってのほか枝払い枝をちょっと切ることもましてや落ちた葉っぱを粗末に扱うことすら命の危険がある。そんな木なんですね。もう地元では絶対にタブーとされた御神木です。で私も実際に最近現地に行って調査してきましたのでその写真がこちらです。なんてことのない神社、無人の神社なんですけれども、こちらの境内の奥の方にその方の木があるんです。こちらもパッと見ではそれほど変な木ではないですよね。なんですが、間の悪いことにこの、向かって左手の神社のすぐ脇に鉄道が通ってるんです。 JR の線路が通ってるんですが、ただこの木枝を切ることもできないので、きちんと JR が鉄骨の屋根を使って電車に接触しないように葉っぱや枝が線路に落ちないように守っているわけですね。噂ですけれども地元の噂によればどうも JR は2億円かけてこの鉄骨の屋根を作ったと。それほどの出費をしてでもこの方の木には触っちゃいけないというのはもう JR 側も恐れているという証拠ですね。で具体的なその方の木のたたりエピソードもたくさんありまして、近代からいきますとまず鉄道が通ったのは明治の後半ぐらいで、それから2年後に K というこの近くの集落、その K 集落で端午の節句のお祝いをすることになったんですね。でこの周辺っていうのは柏の木がないので方の葉っぱを使う
てそれで柏餅を作るっていう風習だったんですが、まあ、その時落ちてる葉っぱだったら別にご神木とはいえ大丈夫だろうと、先ほどの保護の木の葉っぱをその軽集落の人々が作って端午の節句をお祝いしたところ、ものすごい流行り病が流行ってほぼ全滅です、うん、つまり村が1個壊滅してるわけです。しかもその後ですね、昭和に入ってから、まあ、それからずっとあのホオノキは恐ろしい恐ろしいと誰も触らなかったんですが、さすがに危ないということになって枝払いをしようと、線の枝払いをしようとしたら、まあ、その作業に当たった6名がまず4人が死にました。それは線路をなぜか歩いている時に背後から列車に追突されて死ぬ、さらにその木を払うときにお祭りをした、まあ、神官の代わりをした地元の人だったんですが、その人も池にはまって謎の溺死をしています。つまり計5名死んでるわけですね、まあ、これは全国のご神木の中でも相当最強クラスに強力な一例ですが、植物のパワーというのはこれほど凄まじいものなんです。植物に秘められた強烈なたたりの力、そのたたりに関する危険信号が確認されたという。今年2017年、やはり植物のパワーを感じさせる出来事がありました。それは竹の花が開花したというニュース、皆さんご存知でしょうか。竹の花というのは120年に一度しか開花しない、それが開花したのが今年2017年だったんです、うん、でしかもですね、竹が開花するっていうのは矜持良くない災難が起きる前触れとされているんですね、はい、ということはですね、2017年に植物パワー、しかもたたり的なパワーがどん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 増して最高潮に達しているということなんです。植物パワーと聞いて皆さん思い浮かべることありませんか。現都知事である小池百合子さん、あの方緑色のテーマカラー、自分のカラー小池グリーンをやって、まあ、植物の力を借りてのし上がりましたね、うん、ただ、まあ、秋の衆院選では惨敗を喫したと言っていいでしょう。小池さんの希望の党はなぜそんな落ち目になってしまったか、それは希望の党が杉花粉ゼロ、花粉症ゼロの公約を打ち出したからなんですね、うん、でそれを聞いた新潟県知事なんかは、いやそんなこと言ったら全国の杉を伐採しなきゃいけなくなるでしょって批判の声をね上げたりもしたんですが、確かに花粉症ゼロにするってことは全国の杉を切らなきゃいけないということです。それを察知した杉たちのたたりパワーが小池さんを凋落させたと、まあ、こう考えざるを得ませんよね。植物の恐るべきたたりの力があらわになった2017年、吉田氏曰くたたりの力はさらに加速するという。ここからが私の来年に向けた予言の本題となるんですが、東京の街に目を向けると今ちょっとひどいことがね、現在進行形で行われているんですよ。それは新国立競技場を建設するための神宮外苑の木の大量伐採。まあ、神宮外苑っていうのは皆さんもご存知の通り、明治神宮と神宮外苑があって、それは明治天皇の功績を称えるために作られたもので、ものすごい強力なパワースポットとも言われています。つまりですね、明治神宮の木々と同じく神宮外苑の木々も鎮守の森の聖なる森だと、それをどん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 伐採していると、これは悪影響が出ないわけはないんです。事実その影響皆さん分かってますよね。神宮外苑といえば、まあ、神宮球場、その神宮球場を本拠地にするのがヤクルトスワローズです。ヤクルト今年どうでしたか。今シーズンもう記録的な歴史的な絶不調、セリーグダントツの最下位ですね。野球というのは火のバットを持ってやるスポーツなんです。火を大量伐採したそのたたりパワーがそのバットに作用したとしかこれ考えられないんですよ。しかもこのままその伐採が進んでいくところに作られるのが新国立競技場なんです。そこを舞台に数年後ある国際的なビッグイベントが行われますよね、まあ、残念ながらそのビッグイベント失敗に終わると、こう結論付けざるを得ませんね。そんな中、まあ、着々とある計画が進行しております。それは私が昨年もここでプレゼンした新宿独立、独立国家新宿計画、独立国家新宿計画。昨年吉田氏は東京新宿の地下マーケットの存在を暴露、新宿が日本から独立すると予言した。新宿が日本から独立します。私も新宿在住なのでよく分かっているんですけれども、新宿区っていうのは緑の条例というのを作って木々に大変植物に優しい区なんですね。でかつ新宿を代表するあの新宿御苑の写真とかの紹介でよく出てくる印象的な大木ありますね。一本の大木がポツンと置かれている新宿御苑を象徴するあの木、実はホオノキなんですよ。
まあ、たたりパワーが強いというのは先ほどの私のプレゼンでも皆さん分かってもらったと思いますが、その方の木を大事にしているのが新宿区なんですね。つまり新宿というのは植物パワーで盛り立てていこうという国なんです、まあ、小池都知事もちょっと反省して心を改めて都民ファーストから植物ファースト、こうやって政策を改めていけば都庁のある新宿の植物パワーがどん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 増していって、そして来年あたりにはまあ大失敗に終わるであろう国際的イベントを前に新宿国家が日本から独立するんです。植物のパワーを生かして繁栄を目指す世界唯一の植物主義国家、それが新宿なんです。2018年、全ては明らかになります。吉田さん、ありがとうございました。植物の持つパワーをベースにね、植物のたたりであるとか植物を神聖視する、ある意味精神があるものとして思うっていうのは昔からあるじゃないですか、うん、僕はそのを解く一つの鍵として植物性愛っていうのがあるんですよね。ほう、あの植物と交わりたいと願う、そういう時に、欲望を感じる人間というのが少なからずいるらしいんです、うん、でちょっと理解できないじゃないですか、うん、でも意外にそこから植物の霊性であるとかたたりの問題であるとか、うん、人間と植物と世界と植物、地球と植物、そこら辺の関わり合いが分かってくるんじゃないかと思うんですよね、うん、だから新宿歌舞伎町あたりになんか植物性愛ヘルスとかできるんですよ。新しい、新しい、そう、確かに。あの花びら大回転とかいうなんかエロい言葉も膨らみますね、膨らまします。ダメですよ。本当ですか？はい、父上が言ってました。これね、大回転に笑えないことがあって、南方熊楠っていう方がいらっしゃって、過去に今神社行くとちっちゃな祠がいっぱいあるじゃないですか、拙者末社って言って次々と鎮守の森を明治政府が潰していったんですよ、うん、でひとまとめにしちゃったもんだからそれに対して大反対したので、結果何が起こったかというと関東大震災 でそのつながりとしていろんな復興予算が足んなくなって、結果的に昭和の最初 そのオリンピックできなくなっちゃったんです、うん、これ下手すると同じことが起こる可能性がつながってますよね、うん。吉田氏が提唱する2018年の未来はこちら。皆さんも花や緑を大切に。さあ、続いて白組トップバッター山口さん、どなたでいきましょう、はい、元警視庁刑事の北芝さんでいきます。北芝さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。白組北芝剣士、世界の裏の裏を知る伝説のデカが日本を危機から守る衝撃の方程式を解く。今から私が紹介する情報には緊迫する世界情勢に関する機密情報も含んでおりますので、この情報を聞いてしまった皆様には何者かに狙われる可能性が、あら、覚悟の上でお聞きください。今最も世界で脅威にあっている国といえば北の某国ですよね。そしてですね、我々に身近なその北の某国は、まあ、着実に壊滅に向かいつつある中東の IS という、これよりもどんどん世界中から憎まれて脅威になりつつあると。もはや壊滅寸前の IS をしのぐ世界の脅威となった北の某国、その行動の鍵を握る国はロシアだという。ロシアは、まあ、中国とともに某国を裏で操ってる、そのコントロールするための手段としてですね、プレゼントあげたりですね、労働者雇ったりですね、まあ甘いことずっとやってて、いわば愛人化していると言われています。で、このロシアに対しては北の某国全く頭が上がらない。ロシアが言うことには絶対的に従うと言われている。しかしそのロシアにも異変が起きちゃった。去年の9月、2016年の9月にそのロシアで注目すべき人事が行われたんですね。それ何かというとですね、旧 KGB が1991年のソ連の崩壊でですね、2つに分かれたんですね。旧 KGB が FSB といういわば、まあそうですね、FBI のような組織、もう一個は CIA のような組織に分かれた。 FSB と SVR という組織に分かれたんです。そしてですね、その旧 KGB 出身の SVR という対外情報庁のトップにセルゲイ・ナルイシュキンという人がですね、就任したわけです、まあ、この人ですね、よく日本に来ていましたし、日本で働いていたことがある。で、彼は
ロシアの下院議員の議長までやったというですね、ロシア政界の重要人物の一人で、ロシアのですね、まあそういう最重要人物の一人にもかかわらず大の親日家で、同じく大の親日家であるプーチン大統領の盟友でもあるということでですね、我々にとってはですね、非常にありがたい人物なんですね。北芝氏曰く、セルゲイ・ナルイシキンは日本のある飲食店に心を奪われ大の親日家になったという。でこの人はですね、一体どんなお店にはまったかというと、これ国家機密クラスの情報になるので、まあ、簡単には申し上げられません。ほら、うん、だけどこの番組でギャラをもらったら私としてはプレゼントして情報出さなきゃいけないでですね、具体的な店名は機密情報ゆえに伏せさせていただきたい、申し訳ないですよ。しかしですね、店員さんの可愛い制服で一世を風靡した港区にあるレストラン A というんですよ。もうご存知かな、メイド服みたいな制服のまあちょっとおしゃれなお店。どうしようかな、会場にお越しの皆様だけにこっそり教えちゃうそのお店とはズバリです、でレストラン A の彼の心をわしづかみにしたものが、女子のですね、短いスカートの制服ではありませんよ、うん、もう一個ちゃんとしたものがある、それがこちらです。これはですね、ルーベンサンドイッチというものですが、これなかなか見かけがいいからインスタ映えすんじゃねえみたいなこと言ったかどうかは分かりませんけれども特殊な牛肉、これをですね、特殊な味をつけて、まあこのお店でしか作れないような味にしてある。彼はそこにはまった。でこのサンドイッチを目当てに日本にいた時代にしげ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 と通ったんですね、うん、でこの人はですね、ロシアに帰ってからも忘れられないと、偉くなっていくけれどもお忍びでガン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 日本に通って港区のレストラン A でこのサンドイッチを食っていたと、まあ、私らの業界ではですね、確認されていて、いつもあの店入ってんなみたいな話なんですよ。普通ですね、おかしいでしょ、サンドイッチ食べに海外まで来ます、うん、で話を戻しますとですね、この大の親日家であるセルゲイ・ナルイシキさんがですね、ロシア諜報部のトップに就任したんですよ。我々にとってはですね、安全保障に近いんです。なぜかここでしか食べられないというこのサンドイッチのために日本に通ってくるんだったら、北の某国が核爆弾をバーンと東京に打ち込んできたら、これどうなります？シェフもいなくなっちゃうし、まあ要するに調理場になくなっちゃうんで、ロシアの諜報部トップとしては怒るでしょ絶対服従でですね、押さえつけてる北の某国にそんなことされたら怒るでしょ。ですからこのサンドイッチがある限り日本は絶対に安泰なんですよということで、そろそろ締めましょうか。ズバリ断言します、2018年、レストラン A のルーベンサンドイッチが日本を救う。2018年全ては明らかになります。北島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。日本のサンドイッチは、まあ、国家を救うと。じゃあそのシェフはとにかく確保したいことと、あと味が変わらないでほしいですよね。そうなんです。たまに変わりますからね。ものすごい安いんですよね、作り方がですね。だから味の素じゃねえみたいなこと言われてるけど違う。今日は専門家に聞いたら、まあ言っていただいて、酵素だって言うんです。なんかそのルーベンサンドイッチ作ってる方はなんとかみんなで守らないといけないんですね。うん、でもルーベンサンドイッチのお肉とシェフがいる限りはですね、北の核攻撃はないと断言してもいいでしょう。そんなことしたらロシアが黙ってません。そういうことで世界は動いてるんだ。食大事なんですかね。食面白い。北芝氏が提唱する2018年の未来はこちら、日本を守る方程式 QED。 さあ、第一大戦から大変盛り上がりましたが、この勢いのまま地方戦参ります。赤組、中澤大将、どなたでいきましょう、はい、帰ってきたオカルトニュースター、林さんでいきます。林さん、お願いします。お願いします。赤組、林康弘氏、どうぞ。初代オカルトニュースターが怪談グランプリ優勝の看板を引っ提げ2年ぶりに復活。
座礁してしまったんです。オカルト界長年の謎の一つに地球空洞説というものがあります。お緊急検証ですね。おー、懐かしいな。緊急検証を見ている方にはこの写真の、まあ、アスカ先生のですねアルザル説でおなじみですね、この地球空洞説は火星の移住化計画よりも、はるか昔に提唱された説で、簡単に説明すると地球の内部に大きな空洞が存在しており、そこにはもう一つの知られざる内部地球世界が存在するというものなんです。昨年ですね、この地底に関する新たな情報を NASA 上層部が匿名を条件に世界に発表しました。その情報とは、ある回電波を NASA の人工衛星が受信した、そしてその回電波は宇宙からではなく地球の地下数百キロの内部から送られたものだという情報だったのです。この証言が何を意味するのか。それは地下数百キロを突き抜けて宇宙に電波を送ることができる高度文明を持つ知的生物が地下に住んでいるということの証明でもまああるんです、やはりですね、地底社会は存在するんです。さてここからはですね、私早瀬の独自情報です。長年ですね、地球空洞説が謎に包まれていた理由というのは、それは至ってシンプルです。地底世界への入り口が見つかっていないことなんですね。実は僕その入り口を見つけてしまったんです。皆さんその入り口どこだと思いますか。飛鳥先生にお伺いします。地底への入り口どこだと思いますか。まず日本にあるでしょうね、一つは。一つ正解です。あら、はい、あっさり常識なんです、はい、日本に存在するという地底世界への入り口、その場所とは。私が発見した地底世界の入り口とはズバリ日本の岡山県です。岡山。僕自身ですね、岡山出身なんですけれども、実は岡山県には昔から地底世界とのつながりが語られる噂や都市伝説というのがですね多数存在するんです。岡山といえばご存知桃太郎にも地底とつながっているという説があります。そして岡山地底湖行方不明事件、2008年にですね21歳の男子学生が姫坂かなちやなという鍾乳洞からつながっている地底湖で行方不明になったという情報もあるんです。こんな噂のうちの一つがですね、地元で異世界とつながっていると噂されていた羅生門という鍾乳洞なんですね。それがこちらです。1930年に天然記念物に指定されておりまして、約300メートルほどの最も奥の部分は地底湖につながっているそうなんです。数年前ですね、その噂を聞いた僕はですね、羅生門を探索しに行きました。すぐ近くにですね、観光名所になっているいくら堂という別の鍾乳洞があるんですけれども、こちらの方はですね、ひっそりとしていて人っ子一人いないんですね。そんな雰囲気なんです。早速そのですね、羅生門に入れるところまで入ってみることにしました。入り込むものを拒むかのようなただならぬ雰囲気を持つという羅生門。立ち入り禁止区域ギリギリまで進んだその時、突如早瀬氏を異変が襲う。その時ですね、ポケットに入れていたスマートフォンから突然ある曲が突然ですね流れてきたんです。その曲がこちらです。ベイビーボーイ、私は高校にいるよ、どこも行かずに待ってるよってこの曲がポケットに入れてるスマートフォンから勝手に流れてきたんです。その曲とは青山テルマのここにいるよなんですね。その時僕は自信を深めました。やはりこの先は異世界の入り口で、これは異世界の住人からのメッセージなんじゃないかと。でですね、後日いろいろと調べてみると、僕はさらに驚くことになりました。テルマという言葉にはチベット仏教の言葉でなんと隠された宝という意味があったんです。人類にとって地底世界の存在は宝そのものです。さらに調べを進めると、掘れば掘るほど、岡山と地下世界をつなぐサインが恐ろしいほど出てきます。地下といえば掘るものなんですけれども、日本が生産している世界一の掘削機に地球というものがあるんです。なんとこの地球も岡山の多摩の造船所で作られ始めたものなんです。極めつけが、なぜか岡山が首都移転の候補として急上昇しているんです。今年9月ですね、日本地質学会が首都を移転するならどこというようなもので、岡山の吉備高原がベストだというふうな発表をしたんです。
表向きは地震のリスクが少ないということなどが理由に挙げられていたんですけれども、僕がですね、地下世界の入り口だと目しているあの羅生門もですね、実はこの吉備高原の中にあるんです。これが偶然の一致と言えるんでしょうか。首都移転計画の裏に地底世界との関連があると考える方が自然なのではないでしょうか。またあのジョン・タイターが2020年に岡山が日本の首都になるという予言をしたという情報も存在します。これら全てのですね、点と点をつないでいく作業を通じて僕の自信は確信に変わりました。2018年、日本の首都機能は岡山に移転します。2018年、全ては明らかになります。林さん、ありがとうございました。でもこれ異世界とね、つながっている、はい、この地球空洞説に関しては、うん、光以外のこの人々は、うん、何年にもわたってあちらの方から話を伺っているんですよ。いや、すごいのは天神ガスが似てるんだ。スノーデンが地下のマントルという鉱物の中に大きな空洞があって、そこに実はいるということを彼はロシアで発信してるんですよね、うん。あともっと言うとね、日本で一番地震も含めて災害が起きてないのが岡山なんです、うん。だからいろんな意味でこれから岡山っていうのは注目を浴びる可能性はありますよ。よく見つけたね。まあ、そうです、たまたま本当にでもあれですよ ね、 今の岡山の地下世界の話、一昨年でしたか、吉田さんの新宿の地下に巨大な空間があるとか、ちょっとそのみんな地下に潜りたいみたいなこう話が多いのは僕はもしかしたらこう無意識の中にこう今ちょっとミサイルの危機とかあるじゃないですか。確かに。でシェルターの気持ちっていうのかな、そういうのがちょっと出てきてるのかななんてちょっとうがった考え方もしますね。新宿の地下のはもうちょっとリアリティのある話なんですけどね、あの旧日本陸軍とか江戸時代、江戸城の隠し通路とか岡山対新宿が物理的に赤組ですよ。早瀬氏が提唱する2018年の未来はこちら、岡山弁が標準語になるんじゃ。さあ続きまして、対する白組、山口さん、はい、どなたでいきましょう。そうですね、ここは科学で論理的に攻めたいと思います。サイエンスライターの川口さんでいきます。はい、川口さん、お願いいたします。白組、川口智和氏、全方位型サイエンスライターが科学の千里眼で未来を読み解く。まあ、ここ数年ですね、まあ、食に関する、まあ、いろんな研究が進んでおりまして、例えば今地底世界の入り口の岡山、ここ実はですね、あの冬結構寒いんですけども、バナナ作ってます今。で1本600円です。非常に高級なバナナを作ってまして、でこれ、まあ、普通に考えてできるわけないんですけど、それぐらいちょっと今農作物の研究がすごく盛んになっております。で新しいその研究分野として人工肉というのがあります、これですね、すでに実は成功はしてるんですよ。あの SS なんかでよく出る培養肉ってやつですね。でこれ成功したものなんですが、この中のパテが人工肉で作って 200g あるんですけども、はい、これおいくらぐらいするかと思う。大月さん、これおいくらぐらいの。いや、普通にあのハンバーガーだったら300円とかそんなもん、うん、そうですね、うん、はい、100万ぐらいするんじゃないですか。ですね、まあ、それどころじゃないです、うん、おお、はい、これ、ね、日本円で3200万、これ一つがすごいですね。こういうふうなですね、シャーレの中に入って、まあ、こういう状態で、まあ、これを焼いたものなんですけども、実はこれどうなってるかっていうとですね、この薄い細胞の層を作ってそれ全部重ね合わせてるんです。ミルフィーユみたいな状態、うん、シャーレ1個分ぐらいが1万円とかして、でそれをこう何百枚何千枚って重ねてこれにしてあるんです。で、これも本当にコストが高いので、じゃあ培養肉っていうのはこれも可能性ないのかというと、実はですね、日本にとんでもない男がいまして、うん、でまあ来年はピョンチャン の東京オリンピックがありますよね。で、まあ、日本人だと羽生結弦君なんかが活躍するだろうと言われてるんですが、うん、実はこの培養肉の分野でも羽生さんと同じ名前の羽生祐樹さんですね、うん、で彼はまだすごく若くてですね、37歳ぐらいなんですけども、まあ、オックスフォード大学を出てまして非常に天才的な才能があります。
人工肉の未来を担うという羽生氏の研究とは果たして。で、これはですね、劇的にこう値段を下げようとしてまして、例えばこの細胞をこうやってこうシャーレに入れとかで作りますよね。でこれに必要なものっていうのは、まず牛の胎児の血清を使うんですね、うん、でそれを燃料にしてそれを食べながら、細胞がどんどん増えてくるんですね。であと培地があって、うん、このシャーレの中でこの底に入ってあるんですけど、うん、でこれが高いんですよどれも、うん、で例えばその牛の胎児の血清っていうのは 500cc で4万9000円もします、うん。でそれから培養液も、500ml で6390円ですね。でこれどのぐらい何ができるかというと、これで肉の 0.2 グラム分ぐらいしか培養できないだから高いに決まってるじゃないですか、うん、それは3000万ぐらいいきますよすぐで、これを下げるのに羽生さんがやってるのがですね、まず牛の胎児のその血清やめちゃおうと、うん、で代わりにパンとか膨らませる酵母ありますよね。でこれは酵母に切り替えるとどうなるかというと、同じ量で 0.45 円、4万9000円だったのが1円切っちゃうんです、うん、でそれからその培養液も、まあ、実はその中身っていうのがアミノ酸と糖とビタミンなんですが、これはですね合わせてしまうと何かっていうと、言ってみればスポーツドリンクと一緒なんですよ、うん、というわけでスポーツドリンクを調整して使ってみました。でこうするとですね、大体今値段が現状100分の1ぐらいだから、あのハンバーガー1個が10万円ぐらいで現時点でできる。でこれをさらにどんどん落としていって、目標としてはグラム600円です、まあ、肉としてはちょっと高めですけども、まあ、それでも一切その生き物を殺さない新しいタイプの肉ということで、まあ、そういった市場もあるんじゃないかと。で純肉という名前で今話が進んでいます。夢の人工肉だが実現はまだ先の話。では科学的見地から予想しうる2018年の食革命とは。食べ物っていう究極的な食っていうのを考えていくと、断食っていうのが食の一等の極北にあるんではなかろうかと。実はですね、私断食したことがあるんですけども、これ何でかっていうと、断食を6日間続けると6日目にすごくハイな状態になるというので、これやってみたことがあるんですね。これ断食前ですねちゃんと撮ってあるんですね写真で、これ6日間。おかなりお腹がへこんでますね。で大体断食するとですね、1日に1キロペースで体重落ちますね。おで、まあ、その断食がじゃあなんでいいのか、その体にいいとか、宗教家の方とかすぐ断食しますよね、うん、であのスティーブ・ジョブズも結構断食好きなったんですって。でその断食の効果ってじゃあ具体的に何がいいのかってよく分かってなかったんですが、最近ですね、日本の科学者が発見したグレリンという物質があって、でこれはあの胃袋の方が出てて、要はお腹空いたよとかいうののコントロールする物質なんですけども、これがですね、実はですね、脳細胞を新しく作り出す信号を持っているということが分かったんですね、うん、だから断食すると頭良くなっちゃうんですよ理屈上。で実際その脳障害があって体が不自由なお子さんとかに断食をすることでとか、あとこのグレリンのホルモンを直接注射することで治療するっていう実験が今進んでまして、とりあえず今ポジティブな成果が上がってます。まあそういった研究結果が集まってくると、まあ来年2018年というのはかなり断食のブームが来るんじゃないかと私は考えます。で断食ブームによってですね、世界中に新たなスティーブ・ジョブズが誕生するんではないかなと。2018年全ては明らかになります。サイエンスライター川口さんのプレゼンテーションでした。あの岡山のバナナってひょっとしたら氷結農法、あ凍結、凍結、あっそれです、それです。あ最先端で、最先端、これ日本の特許ですよ、世界特許。あのマイナス60度まで下げてそうです。でそうするとバナナが岡山でもできるんです。へえ、これあらゆる亜熱帯熱帯の植物に応用できるんですよ、ね、これとんでもないすごいことで、ね、これ日本が世界を救うとまで言われる。あとですね、あの、まあ、グレリン、まあ、せっかく日本の先生が見つけた物質なんですけども、はい、かなりアンチエイジング効果があるっていうふうに免疫系の活性とかが言われてまして、結果的にですね、まあ、毛が生えるとか、あの体のこの調子が良くなるとか痩せるとかですね、でそういうことにつながるんじゃないかなというふうな話も出てます。川口氏が提唱する2018年の未来はこちら。天才になりたいもの。
食うべからず。さあここで両軍の対戦から一旦離れて今年2017年のオカルト界を振り返ってみようと思います。番組独自のセレクトで今年のオカルト界衝撃ニュースをベスト3形式でまとめました。まずは3位の発表です。雲の上で家族会議。はい、ということでですね、まあ、皆さん何のこっちゃということですが、まずは写真をご覧いただきたいと思います。こちらの写真ですね、ワルシャワからロンドンに向かう飛行機の中から撮られた写真ということなんですが、ちょっと何が写っているのか拡大した写真もございます。これがですね、雲の上にですね4体から6体の人影らしきものが写っているということなんですね。まあ、撮影者によりますと最初は小さな竜巻だと思ったそうなんですが、よく見ると背が高い2人の人影、背が低い2人の人影、そのうちの1人は背中に翼のようなものがついていたと。でこれね、飛んでいた高さがですね上空1万メートルということで、まあ、宇宙人もしくは天使の一家が家族会議をしていたのではないかということなんですが、審査員の皆さん、この写真ご覧になってみてどうですか。これはサザエさんですよ。タラタタタラタタのとこでしょう。ほらサザエさんが今、はい、ね、こうスポンサーが、ね、そういうことを、はい、なんか人間の深層心理の不安が、僕もミイラ取りがミイラになってついにこういうことを言い出すようになった。さあプレゼンターの皆さん、この写真ご覧になって山口さんどうですか。やっぱりね、雲の上の話だけあって、うん、雲を掴むような話ですね。うまい。なんだろう。はい、さあということで続いて参りたいと思います。なんだろう。続いて、オカルト衝撃ニュース第2位はこちら。ウルトラ級の予言が現実に。これは中澤君の。はい。さあこれはですね、プレゼンターの方からの持ち込み情報ということなんですが、これはどうなったのか。中澤さん、ね、なんかお月さんがもう中澤君だって言ってくれたんで、そりゃそうだと思う。さあこれはどういう情報なんでしょうかね。これですね、今年2017年にちょっとある話題になった情報なんですけれど、うん、まずはこちらのちょっとデータをご覧ください。これあの2020年の日本の人口ピラミッド予測グラフを、2020年はこのくらいの人口になるという予測をしたグラフなんですけれど、これが何かに非常に似ているんじゃないかと一部で話題になりまして、それがこちらです。ケムール人。並べてみると本当そっくりなんですよ。はい。これがあの、まあまあ、これでも確かにね、国が出してるちゃんとしたデータなんですよ。実はあのケムール人って、まあ、ウルトラ Q っていうウルトラシリーズの第1作に登場したキャラクターなんですけれど、うん、すごい大事なことなんですけど、ケムール人が出たウルトラ Q のタイトルは2020年からの挑戦なんで、はい、本当に非常に2020年を象徴するキャラクターで、このキャラクターの実は2020年の未来からもうすでにケムール人は老化しているので、うん、1960年代の日本に来て、うん、若い人間の肉体をさらって自分の老化を防いで若返りを図ろうとしている、そういうキャラクターなんですね。つまりあの2020年は ものすごい高齢化社会になって、うん、若者がいなくなるっていうことを象徴するキャラクターがケムール人なんです。並べたものもあるんですよ、年代順に。ずっとケムール人だったわけじゃなくて、ちゃんと2020年に向けてケムール人化しているんですね。年代別でもっと分かりやすく、シャクレで変わってくるので、ちょっとだんだんケムール人になりますよ。ほらほらほら、ケムール人なんこうなんですよ。いやだからもう本当にですね、これを見てしまうと、まあ、ケムール人を作り出した、まあ、ウルトラ Q のクリエイターさん、まあ、つぶらえいじさんやケムール人をデザインした成田徹さんっていうのはもう未来を予言してた予言者としか思えないということが今年非常に大きな話題になりました。さあ審査員の皆さん、大月さん、いやどうですか、中澤さんの見解。あの SF であるとかね、うん、そういう物語が後になってそれを予言していたのではないかというような不思議な現象は確かにあるんですよ、うんうん、でもこの場合はどうなんだろうか、ここにね。いやいやいや、でもこれケムール人以外の何にも見えないですよね。まあ確かにケムール人、しかも2020年になる前は似てないっていうのがすごいと思うんですよ。最初からケムール人だったら偶然だと思うんですけど、ちゃんと2020年に向けてケムール人化していくっていう。2017年も衝撃的なニュースが相次いだオカルト界、果たして衝撃の第1位は。オカルト衝撃ニュース、いよいよ第1位はこちらです。
緊急検証シリーズまさかの映画化決定。はい、皆さん驚いてらっしゃいませ、ね、最大のオカルトじゃないですか。こちらはですねつい数日前に決まったばかりのホットなニュースなんです。番組開始から6年目を迎える2018年、当シリーズ初の映画化が決定したんです。観客の皆さんからも笑いがこぼれてますが、笑うとこじゃないよ。さあ、 気になる、ね、映画の内容については現在スタッフが、まあ、連日議論を白熱させているということなので、今しばらくお待ちいただきたいんですが、これね、出演者の皆さんこれどんな映画に期待します？これあのね、中澤さんはね、はい、芝居うまいんだよ。あ、ありがとうございます。何本も映画出てるの、実は、はい、ありがとうございます、はい、うん、でも別にドラマ形式の映画じゃないですよね。どう、ドラマじゃないのかな。いや、全然意味が分からない。ただね、はい、本当にあった怖い話とかああいうものだったら心霊でまとめられるけど、で UFO からステージまで出てくるから、あのタイムスクープハンターって他局でやってたじゃないですか。タイムスクープハンター、タイムスクープハンターみたいな感じでみんなそれぞれ調査員が行くとかいう感じにした方が、誰がかなめじゅんをそのプレッションもあれですよね。誰がこの映画化に際してですね、大事なお知らせがございます。今回の緊急検証シリーズ映画化はクラウドファンディングを通じて、視聴者の皆様からの支援を募らせていただくことになりました。はい、もちろんですね、ご支援いただいた方には番組独自のリターンも、用意しておりますので、ご家族や親戚、会社の同僚、友人、その友人の友人などですね、誘い合わせの上、はい、ふるってですねご参加いただけると幸いです。皆さん、緊急検証シリーズと一緒にですね映画の歴史を変えましょう。お、はい、ここで緊急ニュース。緊急検証ザ・ムービーの内容がほぼ決定、それがこちら。最新情報は番組ホームページにて公開、皆様ぜひチェックをお願いします。以上、2017年オカルト衝撃ニュースベスト3の発表でした。それでは紅白オカルト合戦に戻りたいと思いますが、ここで白組の秋山誠さんが到着されました。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは紅白オカルト合戦、続いては副将戦になります。赤組、はい、どなたでいきましょう。2年連続の出場となる経済エンターテイナーの鈴木さんでいきます。はい、鈴木さんよろしくお願いいたします。赤組、鈴木貴博。世界の経済を知りすぎた男が独自の視点で最新ユーマの正体を暴く。皆さん、エリア51でよく UFO を目撃されるということをご存知ですか。あれは実は軍の秘密兵器が実験をされている、だから目撃例が多いんだという話があります。実は今アメリカでは新しいタイプのユーマも続々と目撃をされています。その中には実は軍事兵器が混じっているんじゃないかと。実際アメリカでは野山を駆け巡る首のない犬、首なし犬が目撃されたり、カマキリ男と呼ばれるマンティスマン、こういった新しいタイプのユーマが目撃されるケースが増えてます。これがマンティスマンですね。森の中で突然カマキリのような形をした未確認生物、これ人間と同じ身長なんですね。そのようなものが突如として現れる、そして目撃をして驚いていると突如として姿を消す、そういった新しいタイプのユーマが今目撃をされています。近年目撃されるユーマは米軍の秘密兵器を誤認した人工ユーマなのでは。実は世界一有名な G 社、去年もプレゼンで少し触れましたが、はい、名前が出せないあの IT 企業 G 社の子会社にアメリカの軍事資本が入ったロボットメーカーがあります。そのロボットメーカーはアメリカの軍と一緒になって共同でロボット開発を進めています。まずはこちらのロボットの画像をご覧ください。これはビッグドッグというロボットが進化した LS3 というタイプのロボットなんですね。ロボットなので首が必要ないので胴体の部分に足をつけて、でそれで実際野山を駆け巡るということでですね、これ実際の犬よりも素早い速度で移動することができる、そういった高性能ロボット、断崖も登ったりできると、こういったロボットが実はボストン郊外の山麓で実験が行われているんです。もし
これに一般の市民が山の中で突然出会ったとしたら、首のない犬を見たというふうに証言をしたとしてもおかしくないんじゃないですか、ね、もう一つ写真をご覧いただきたい。こちらは人型の軍事ロボットのアトラスといいます。二足歩行、人間と同じようなタイプに見えて、実は手足が金属でできて非常に細い。このようなロボットにもし森の中で出会ったとしたら、カマキリ男を発見したとほとんどの方が思うんじゃないでしょうか、うん、ここで一つ疑問が浮かびます。なぜ軍の秘密情報が人目につく山の中で行われているんでしょうか。実は実際にロボットを軍事利用するためには、こういった平らな床の上で歩けるとか、そういうことを実証しても何の意味もないんですね、うん、実際の軍事活動ができるようなあらゆる場所を想定した、軍事シミュレーションに使えるかどうかということを確認することが非常に重要だと。一部の新発見のユーマはこういった人工ユーマなんじゃないかと。そして今年全く新しい動きができました。この G 社の子会社であるロボットメーカーをなぜか日本の会社が買収してしまったんです、うん、このロボットメーカー、実は日本ですでにロボットを売っている、名前は出せないんですけれども、ある携帯通信の会社が買収して子会社にします、うん、この会社がなぜ G 社の子会社を買ったのか。それは遥かに進んだテクノロジーを手にすることによって、うん、世界最大のロボットメーカーに生まれ変わる、そのためにあえて G 社の子会社を買収するということをですね、天才起業家と言われるあの経営者が決断したんです、うん、その結果2018年に何が起きるのか。アメリカの最先端軍事ロボットがあの身長120センチのロボットと技術的に融合しながら、新たなロボットが市場投入される。極秘情報をもとにどのような人工ユーマが出現するのかと、今日は情報をお持ちしました。ここで2018年に日本国内での目撃が予想される人工ユーマを発表。1番目がこちらです。目撃確率 25% の人工ユーマ。何も見えないですけどね。見えないですか。インビジブルマンです。これは実際皆さんこういうふうに見えないんですが、ここにロボットがいます。実はこのロボットがアメリカの最先端の技術である光学迷彩を身につけることによって消えてしまうと、こういうことが起きるというふうに言われています。全身に有機EL液晶を貼ります。後ろ側の背景画像をこちらに映し出して、人工頭脳でですね、相手の見てる位置からの画面というのを投影すると、この技術によって完全に姿を消すことができるんです。これの商業利用化をするのが実は携帯ショップに現れると言われているインビジブルマン。誰にも気兼ねなく自由に携帯の新しい製品を楽しみながら、ちょっと質問したいなと仕草を見せた瞬間にスッと現れてくれて接客をしてくれるんです。ちなみに突然出現したインビジブルマンにびっくりしないために気をつけるべきことがあります。光学迷彩の弱点として、床を見ていると必ずここに影ができます。これがまず来年皆さんがかなり頻繁に見かけるはずの人工ユーマです。このほか例のロボットと LS3 を組み合わせた半身半獣型のロボットを、往年のユーマフラットウッズモンスターと見間違えたり、ドローンで浮かせた例のロボットを都市伝説妖怪テケテケと見間違えるといった目撃情報が相次ぐと鈴木氏は語る。ということで2018年にはこのアメリカから上陸した全く新しいタイプのユーマが日本各地で目撃される。2018年全ては明らかになります。鈴木さん、ありがとうございました。またお時間に伺いますが、いやもうこれは本当にあり得ることですよね。でまたあの AI っていうのがあるじゃないですか。 AI の進化っていうのもまあよく SF で言われるジャンルですけれども、これもう今 SF から実際になっていまして、うん、実はあの今年あの人類の仕事が AI とロボットに奪われるという仕事消滅っていうビジネス本を書くときに仕入れてきた裏情報なんですね、うん、ですから仕事の消滅自体は現実問題として起きていく。この裏側に皆さんの知らない人工知能、皆さんの知らないロボットといったものがですね、手ぐすねを引いて皆さんから仕事を奪おうとしていると、これが今起きていることです、うん。鈴木氏が提唱する2018年の未来はこちら。人工ユーマの参戦で就職戦線異常あり。さあ対する白組、
山口さん、どなたでいきましょう。テレポーテーションで駆けつけてくれた、はい、超能力者の秋山誠さんです。はい、お願いします。お願いいたします。白組秋山誠氏、日本オカルト界のリビングレジェンドが若手軍の下克上阻止に立ち上がる。まあ皆さんはね、能力者と聞いてまずどんなイメージを思い浮かべるかということなんです。例えば青森のイタコとか沖縄のユタと言われる人たちだとか、まあ俗に霊能者っていう括りで呼ばれる人たちが伝統的にいるんですよね。でまたはそのユリゲラーに代表されるようないわゆる超能力者と言われるエスパーと呼ばれる人たちがいます。実はまあ彼らの多くにまあ共通することがあるんです。でそれはですね、多くの場合まあ先天的な体質として特殊な能力を持っているまあ人が多い。でまあ彼らの能力をまあ分析するとですね、なんか変なものが聞こえるっていう人、なんか見えない霊が見える、勝手にもう映像でも音でもなくて思い浮かぶ、そして今度は匂いで感じるっていう人がいるんですね。トランプの赤か黒かをね、こう匂いで見分けるっていう人がいるんです実際。であと味で分かる、いろんな情報を味に換算する。であと体が勝手にこうもう動いちゃう、あと喉からも声が出ちゃう、本当にイタコのような人ですね。あとこう暑さ寒さとかね、ここなんか寒気がするとかっていう人いますよね。そういう体感で感じると。この8種類のチャンネルに感じる方の超能力的なものって区別することができるんです。最近はまたそういったものを学術的に研究するテーマに何とか上げようとする動きがあって、まあ、その中でも最たるものは、まあ、10年ぐらい前から騒ぎになっている共感覚っていうものがあるんです。これは事実科学的にも結構検証されてるんですが、例えばですね、この匂いは尖ってるっていう匂いをなんか形で感じちゃうっていう人がいるんですね。またこのお肉はピンクっぽい色で感じちゃう人がいるんですね、うん、まあ、こういうのを共感覚、要するに感覚の垣根がなくなっちゃうタイプの人がいるんですが、でもこれはね、ある意味分かりにくい感覚的なまあ言葉で表現されるようなことをですね、分かりやすいものにまあ変換する、そういう意味ではまあこういったものもある種まあ視聴能力といいますかね、そういったものの一つとも考えられるわけですね。ではまあ先天的なものとされる能力を後天的に身につけられるとしたら面白い話になってきますよね、うん、実は後天的にそういった能力を断片的であれ身につける研究がかなり進んでいた国があるんです。冷戦時代のソ連、まあ、今のロシアですね。僕は1990年にロシア実際行って調べてきてるんですけれども、当時のソ連の研究にはこういうものがありました。特殊能力を司る脳の中に消化体っていう場所があるんです、うん、もうそもそもね、脳の中で超能力と関わってる場所どこだっての特定されてるんですよ。でそれを外側から電磁波で刺激します。でそこに実はね、脳の血流量を上げる、血の流れの巡りを良くする薬と組み合わせて、実際に一般の人の能力を開花する実験に90年代あたりでもう成功してた。後天的超能力者を作り出すことに成功していた旧ソ連、崩壊後その技術は西側諸国へ流れ、秘密裏に研究が続けられたという。それはもちろんここ日本でも。実はこれ私自身も本当に現場で携わった研究なんですが、90年代終わりにですね、実は日本のもう言えないんですけど超大手メーカー、家電メーカーですけどね、テクノエスパー計画っていうのが現実にありました。これはまさにですね、どんな人でもエスパーに変えられる夢の弱電装置の開発、うん、家庭用の弱電商品としてですね、頭にピョッとかぶるとエスパーになっちゃうそういうもの本気でやってた時期は実はあるんですこの装置はですね、まあ、耳の周辺から脳に低周波を流すもので、基本的な考え方はね、その電磁波で脳に影響を与えるという意味では旧ソ連の研究と全く同じものでした。ただその後、まあ、あることがきっかけでこの開発は頓挫していきます。まあ、それぞれの人に合う低周波を測定する装置によって精神病の発生率が分かることが分かっちゃったんですね。つまりその人の脳波に合わせるためにその相手の状態を研究するんだけど、その人間が出している微弱ないろんなエネルギーを研究していくと確率まで分かっちゃう。でもそれはやっぱりね、差別を生んだり区別を生んだりする問題が出てくるわけですね。一方で人間の能力開花には、まあ、開花にはですね、電磁波とは別にもう一つのアプローチがあります。それは究極のものすごいリラックスした状態を急に作り出してあげる、
皆さんの体に、あ、もう本当楽だっていう温泉上がりみたいな状態をパッとこう作り出してあげることで、人間の能力が瞬発的に上がるっていう研究があるわけです。そっちのアプローチでも能力者を使った開発はまあ大きく進んでるんです。その大きな成果として実は挙げられるのがですね、能力をアップする、ね、デザインなんです。例えばこれは私が実際携わった例ですが、車のハンドルやブレーキの踏み心地で、まあ、ハンドルのこう素材とかね、握った時の気持ちよさ、ブレーキを踏み込んだ時の気持ちよさが実は事故を察知して未然に防ぐ能力をアップさせるデザインに作られてる。もう実はすでにそれは作られてるわけね。人間工学の研究で、まあ、計算し尽くされた、ただそこに座っているだけで能力がアップする椅子、そういったものも開発されているわけです。まあ、このように我々が日常生活で使っているものの中にも自然と能力をアップさせるデザインが実は隠れているわけです。つまり我々は知らず知らずのうちにエスパーになっていると、まあ極論ですけど言えなくもない、うんうん、で、まあ、そういった能力者を作ることができる時代にも突入しているわけですね。映画 X-Men 見た方も多いと思うんですけどね、特殊能力を持ったミュータントが活躍するスーパーヒーローの世界で、そんな世界がすぐそこに迫っているんです。2018年、全ては明らかになります。はい、秋山さん、ありがとうございました。さあ、能力が人工的にアップできるという時代になっていく、それの決定的なものが何かあればいいですよね。そうですね、だから決定的に上がる、上がる、ね、だから一番新しいのは例の CIA がやってたって言われるリモートビューイング。はい、これはね、まあ、今でも民間で教えてる人たちもいるんですけど、まあ、1週間ぐらいの訓練で全く透視能力の体験のない人が、まあ、離れたところにある雑誌のページを読むぐらいまではできる。ははでもこれは本当に一般の人でもできるんですね。だから CIA はそれをスパイのトレーニングに使ってたわけです、現実にね。秋山氏が提唱する2018年の未来はこちら。超能力をアプリ感覚で身につける時代がすぐそこに。第5回紅白オカルト合戦、いよいよ最終大将戦。さあ、続いてはいよいよ大将戦です。まずは赤組大将の中澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤組大将中澤武史氏、世界のどこかで、本物のミッキーマウスが、衝撃の紅白デビューから早5年、永遠のトップバッターから一転、若手を率いる大将に大抜擢。今回の紅白にかける思いとは。いつまでもおじさんたちに頼ってるわけにはいかないじゃないですか。いつかは越えなきゃいけない壁なんで、ぶっ潰してやろうと思います。オカルトの新世紀を作るのは俺だ、中澤武史、いざ出陣。私は過去の紅白オカルト合戦でユーマを呼び下ろすシャーマニズムについて何度もプレゼンを行わせていただきました。実はそもそも私がシャーマンという存在に注目するようになったにはあるきっかけがあったんですね、うん、それは誰やろう、水木しげる先生の存在でした。漫画家としての顔だけではなく、妖怪の専門家としての側面も持つ水木さんは、妖怪や精霊は音で感じるものだと。実際に水木さんはネイティブアメリカンのホビ族の儀式に参加した際にですね、彼らが儀式で歌い踊る音声、これ録音しちゃいけないんですけれど、水木先生はこっそりと録音して持ち帰り、その音を繰り返し聞くことで精霊の存在を感じられるようになったと、証言しております。妖怪や精霊のような不可思議な存在と交信するのに重要なのは音や音楽なんですね。で、音楽というのは別にその日本にもたくさん溢れてるじゃないですか。つまりその中にはホピ族の儀式で使われているように精霊を呼ぶことができる音楽が日本にもあるんじゃないかなというふうに私は考えました。それを証明するためにある実験を、試みることにしました。私は知り合い2人に声をかけて、3人でですね、200曲近い曲をひたすら聴きながら、その曲を聴いた時に思い浮かんだものを、絵に描くということをしたんですね。で、同じ曲を聴いて3人がもしも同じようなものをイメージを描いた場合っていうのは、それは精霊が降りてきてるっていうことの証明になるんじゃないかと、考えたんですね。で、そのちょっと実験の結果を、ちょっと見ていただきたいと思います。まずはこちらです。これはクラシックのベートーベンですね、まあ、やっぱりなかなか合わないというかバラバラなんですね、まあ、そのちょっと稲妻っぽい部分が、まあ、ちょっと合ってるかもしれないですけど、これで精霊を呼び寄せたというのはちょっと無理があるかなと。ベートーベンの名前、で、続いてはこちら、洋楽にも挑戦してみました。ビートルズの、ハードデイズナイトですね、これまあ見事にバラバラですね、全く共通点がないです。
まあ、正直200曲近い曲をやってほとんどがこんな感じになりました。やっぱりそうなってしまうんですね。それからですね、まあ、緊急検証シリーズでもまあお世話になっておりますあの大月健二さんの曲も何曲かやってみたんですけれど、はい、リンゴゴミレービーム、これもですねちょっとね2人惜しいっていうか、1つ目があるっちゃあるんですけど、まあ、もう1人は全く違いますし、でこのように本当に様々なもう多種多様な曲を200曲近く聴いて実験したんですけれど、3人の解体はもうバラバラでした。やはり現代の日本の音楽で精霊を呼び起こすことはできないのか、ほぼ諦めかけていた実験の終盤にですね、奇跡的にある曲を聴いたときに絵が一致したんですね。その絵がこちらです。あ、見てください。あ、いいじゃん。亀が何ですかね、腕を噛み切ってるような感じの絵がある曲を聴いたときに3人がこれを描いたんですね。皆さんこの曲なんだか気になると思いますよね。亀が手を食いちぎってる曲、わかんないな。一応ですね、この実験するときにその歌ってる歌手の方の絵を描くとか、ドラえもんの歌を流してるからドラえもん描くとかやめようっていう話を最初にしたんですね。はい、実はこの曲ですね、こちらです。和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたなんです。はい、この曲を聴いてるときに3人の絵が見事に一致したんですね。ああ、そう。つまりこのあの鐘を鳴らすのはあなたには精霊を呼ぶ効果がある、精霊を呼ぶパワーのある曲だったんです、実はこの歌。はで、この曲が精霊を呼ぶパワーを持っているということを知った私は実際に、この精霊とコンタクトを取ってですね、この番組、来年の未来を予測するっていう番組なんで、この精霊から、メッセージを受信して、まあ、来年の予測を立てようと思ったんですね。で、まあ、後日、精霊とコンタクトを取るべくまた水木しげる先生が、まあ、精霊と本格的に交信を取る方法いろいろ著書で書かれていたのでそれを試してみました。その方法というのがですね、ニューブリテン島のバイニング族というところで伝わっている儀式なんですけれど、火を焚いて、まあ、その横で、裸全裸になって、で男性器の先に朝顔を巻きつけた状態で音楽を聴きながらひたすら歌い踊るというものですね。これは水木先生の著書で書かれていた方法なんですね。で、まあ、私は現在調布に住んでいるんですが、さすがに調布でもこれを外でやったら捕まりかねないので、部屋の中でガスコンロの火をつけて、その隣で、まあ、あの鐘を鳴らすのをあなたを流しながら、まあ、全裸になって、まあ、糸で朝顔をチンチンチャレンジしてチンチンというか、まあ、男性器に、つけて、フルコーラス聴きながら踊り続けました。しかしですね、フルコーラス、まあ、その朝顔をチンチンにつけて踊っても言っちゃってるしも、何も自分の頭には降りてきませんでした。やっぱり私にはそのシャーマンとしての素質が、残念ながらなかったのかもしれません。非常に残念なことなんですが、その日は諦めて、まあ、火を消して、まあ、服を着て寝ました。はい、だがここで諦めてしまっては赤組大将の名が廃る。中澤氏は知り合いのシャーマンに連絡し、精霊の正体を探ることに。そしたら意外なほどもあっさりと答えが出していただきました。そのシャーマンの方曰く、我々3人が呼び出した精霊の名前はカニメンチという名前の精霊らしいです。カニメンチです、はい、彼が言うには日本では結構ポピュラーな精霊で至る所にいる精霊らしいんですけれど、このカニメンチという名前は彼がつけた俗称で、メンチコロッケのような匂いがする精霊らしいので、そういうふうに名前を名付けたそうです。シャーマンの協力で精霊の正体は判明。カニメンチとは一体どんな精霊なのか。でですね、このシャーマンの方曰く、このカニメンチというのは人の欲求を解放させる手伝いをしてくれる精霊なんだそうです。具体的に言うと、まあ、異性関係や金銭的な欲求を達成できるように応援してくれるっていう、そういう精霊なんだそうです。で、その話を聞いて、まあ、私は納得しました。というのも、この実験に参加した3人のうちの1人はですね、最近突然ハワイ旅行に行ったり、バーミヤンで北京ダックを注文したりするようになったんですね。なかなかできることではありません。なかなかできないということなので、これやっぱカニメンチの力もあったんじゃないかなと。人の欲求達成を後押しする精霊、カニメンチ。そんなカニメンチが中澤氏に伝えた2018年の未来とは。私が精霊とコンタクトを取ろうとした本来の目的は、今年の紅白オカルト合戦のために来年この世界がどうなっているかを聞くためにこんな実験をしていたんですね、うん、そのシャーマンの方にカニメンチとコンタクトを取ってもらったんです。するとですね、驚くべきメッセージが
帰ってきたんです。なんだ。カニメンチは今まではそんなことなかったんですけれど、最近になってあるものを異様に欲しがっているそうなんです。うん、あるもの、いつみさん何だと思いますか？そんなの分かんないです。カニメンチが欲しがっている、メンチが欲しがってるもなんかソースとか。そう、あなるほど。まあそうですね、そんなにいいですよ。まあ、メンチの、メンチの、そんな答えでいいと思います。メンチの匂いが、実はカニメンチが、最近になって欲しているあるものというのはチョコレートです。チョコ？チョコレートといえばリラックス効果や免疫効果があることでも有名ですね。最近ではストレスを軽減するためのストレス軽減チョコなども発売されて、コンビニなどで大ヒットしています。これらの情報から複合的に推測するに、カニメンチは現代日本に精神的なストレスが溢れている、増加していることに警告を鳴らしているんじゃないかと思うんですね。で、精霊たちはやっぱりこのストレス社会から人間を救うためにチョコレートをたくさんこの国に招き入れなきゃいけないんだと。このままだとお前たちはストレスにやられてしまう、チョコをもっと食べろと言いたいわけですね。で、そんな風にチョコレートをこの国に呼び寄せるために精霊たちが動いていることを裏付けるような新しいユーマが目撃されています。それが、こちらになります。これが空飛んでるんですけれど、これ、しんさんさん何言うの？ふっていう字に見える。ふ。ふだよね。カタカナ。ふだよ。字からは離れてください。これちょっとアップで画像を見てもらうともっと分かりやすいんですよ。この黒い部分の先にある部分もちょっと注目してほしいんですよ。うっすらとなんか見えてますよね。白いの？はい、白い部分が見えてますよね。これはキノコの山じゃないでしょうか。空飛ぶキノコの山なんじゃないでしょうか。この黒い部分がチョコレートで、このうっすらと見えてる部分がクッキーです。そしてクッキーの部分がこんなにうっすらとなってるっていうのは、チョコの部分こそが重要なんだというメッセージを発しているんです。なるほどね。非常に我々のストレスのことを優しく考えてくれている精霊なんです。で、このようなメッセージから、私が導いた、来年の日本の未来を発表させていただきます。2018年、日本でストレス vs チョコレートの戦争が激化します。2018年、すべては明らかになります。はい、中田さん、ありがとうございました。これはもうやっぱりまずバーミヤンで北京ダックって、ね、やっぱりこれはもう富裕層のなせる技です、ね、僕もあの目を疑ったんですよ。しかもすごい大事なことが、北京ダック頼んだ上にそいつ北京ダック残したんですよ。そんなこと普通、まあ、ないじゃないですか。頼んだら絶対北京ダック食べるじゃないですか。食べます。でもまあチョコによるリラックスっていう話ですよね。リラックスを求めてる、はいはい、さっき そのリラックスの状態で超能力が開発される可能性があるという秋山さんの話とリンクする。そうなんですね、つながって、はい、さすが三将戦だと。いや、でも本当に秋山さんにしてみるともらい事故ってやつ。いやちょっと待って。いや、でもいや、中澤氏が提唱する2018年の未来はこちら。チョコを食べたくなったらカニメンチの仕業かも。さあ、第5回紅白オカルト合戦、鳥を飾るのは白組大将の山口さんです。あ、よろしくお願いします。白組大将山口敏太郎氏、紅白では毎年ミスター緊急検証の名に恥じぬ衝撃のプレゼンを見せてきたこの男がオカルト下克上の前に立ちはだかる。これは SF、 甘いですね。甘い甘いチョコレート、負けるわけないじゃないですか。圧倒的な力を見せつけて今日は決めますよ。吠えるな若造ども、これがど真ん中のオカルトだ。兵法の基本というのはですね、様々あります。まあ、一番メジャーなのはですね、巨大な敵を倒すときは2つの勢力を合併させ、あるいは同盟させ、でかい敵を倒す。これは兵法の基本ですね。経済戦争にも実際の戦にも使われてきました。日本の歴史を振り返ってみますと、一番この成功事例というのは薩長同盟ではないでしょうか。薩長同盟は圧倒的な力を持っていた江戸幕府を崩壊させることになります。この薩長同盟のプロデューサーは坂本龍馬。彼がプロデューサーとして薩摩と長州という2つの勢力を合わせて幕府を倒した。しかしながら大政奉還の後、龍馬は暗殺されてしまうわけですね。一番大事なのはですね、幕府が倒れた後龍馬が何をやりたかったか、それちょっといくつかのヒントが残ってますから、坂本龍馬のその後を考えてみましょう。例えばですね、龍馬は北海道の開拓がしたかった。北海道で身分の差別もない自由な
世界エリアを中立地帯を作りたかった。武士も農民も商人もない、そういうエリアを作りたかった。でもう一つヒントがありますね。実は新政府の人事をこう龍馬が書いてたんですね、まあ、経済担当誰誰で、友人が見たんですね。さあ龍馬の名前がないんです。あ、坂本さん、坂本さんの名前がないですよって言ったら、龍馬はにやりと笑って、わしは世界の海援隊でもやろうかのと答えた。まあこれ作り話という説もあるんですが、世界を見ていた龍馬の性格を表していると僕は思えるんですね。でもこれだとまだ明確に彼のやりたかったビジョンというのは見えてこないです。ということはですね、彼の生まれた故郷をちょっとリサーチすればもっと龍馬がやりたかったことは分かるんじゃないかなと思ってます。坂本龍馬倒幕後の野望、その最大のヒントは故郷四国にあり。四国というとみんなどんなイメージがありますか？88箇所巡礼の地というイメージがありますね。四国をぐるりと囲む感じで88箇所という結界が空海によって張られています。天皇の命を受けた空海は何かを守るため、何かを隠すために88箇所の結界を作ったんです。何を隠したんでしょうか？四国には伝説があります。七福神がやってきて宝を埋めた、偉人がやってきて剣山に宝を埋めた、埋めたのは失われたアーク、インディ・ジョーンズが探してたあれです。最終兵器、失われたアークが剣山に埋まっている、これはかなり昔から四国に偉人が来て埋めたという伝説は残ってるんですね。ひょっとしたら坂本龍馬もそんな話を聞いたのかもしれませんね。じゃあこのアークというのはどうやってやってきたんでしょうか？まあ世界史を紐解きますと、古代のヘブライ王国は南北の2つに割れてたんですね。でまず北が滅びる、でその後南が滅びるわけですけど、その戦乱の影響でですね、12氏族のうち10氏族は行方不明なんです。その10氏族が東方に向かった、東に向かったという情報だけ残ってるんです。でもどこにももう痕跡は残ってない。じゃあそれはどこに行ったのか？チベット、インドの、まあ、離島ですね。あと中国の少数民族、アラブ人の一部で、一番多いのは日本人と言われているんです。俗に言う日ユ同祖論、日本人とユダヤ人は同じだという、これはでも厳密に言うと間違いなんです。同じ先祖から日本人、まあ、ヘブライ人とこう分かれたというんですけど、厳密に正確に言うと古代日本人に古代ヘブライ人が流入した、ヘブライ流入論、これが正しい表現だと思いますね。それでその場所が四国なんです。四国に渡来した古代ヘブライ人はアークを封印し日本中に散らばっていった。主にその四国に彼らの遺伝子が一番残ってるんです。その遺伝子を受け継いだのが坂本龍馬。龍馬は友人にグラバーさんとかユダヤ系の人もいましたから、ひょっとしたら龍馬は四国で外人が何かを埋めた、こういう伝承と同時に幕末のリアルタイムでヘブライ人の子孫たちは世界中でさまよっていて、あちこちで金持ち連中から差別をされてて虐げられてる、そんな話を聞いたのかもしれません。ひょっとしたらわしの地に流れておる同じ同族の古代ヘブライ人の子孫が世界中でひどい目に遭っとるのとちゃうのか、そんなふうに龍馬は思ったのかもしれません。そうです、もう分かりますね。北海道に作りたかったのは、龍馬は明治維新の時にそこにエルサレムを作りたかったんじゃないのかなと。博愛主義、自由、平等、龍馬が言ってることはまさにヘブライ人の子孫たちが唱えていた思想そのものなんですね。山口氏が読み解いた龍馬の野望、それは第二エルサレムの建設、故郷である四国に残るアーク伝説、あの薩長同盟は野望実現に向けたテストケースだったのではないか。龍馬の野望を知った山口氏が語る2018年の未来とは。実は言いますと今年、まあ、夏ですね、徳島剣山、あのアークが埋まってる剣山の麓の剣町と美馬市で町おこしをやると宣言しました。その町おこしは山口敏太郎アークプロジェクト。来年ね、実際に僕は剣山とか美馬市の方に龍馬が果たせなかった夢、第二エルサレムを作ろうと思ってます。そこにはヘブライ人の子孫、あらゆる人種が自由平等に集まれるエリアを作ろうと思っています。あ、でもここまで聞いて皆さん気になることがありませんか？アークってなんだろう。アークってね、インディ・ジョーンズとかだとなんか四角い箱になってましたね。違うんですよ、よく考えてください。アークっていうのは我々日本人の体の中にあるんです。
特に四国の血が流れてる人には必ずあります。 YAP 遺伝子、 YAP という遺伝子が失われたアークなんです。実を言うとね、古代ヘブライ人の特徴として YAP 遺伝子を持ってるのが特徴なんです。全て YAP を持っている。実を言いますと、なんか仏だと思ったアークは体の中に入ってる遺伝子の一つがアークだったんです。そのアークが発動するとき、その遺伝子を持っている四国人龍馬の発動はできなかったけど、及ばずながらも私が発動させます。で、第二エルサレムを四国に作ります。もうプロジェクト名もすでにこの予告入ってます。山口敏太郎 Y アーク A プロジェクト P ヤップ2018年、全ては明らかになります。山口さん、ありがとうございました。これはまあ壮大な話になってきましたね、はい、そうですね。それはクラウドファンディングとかじゃなく、あ、クラウドファンディングはまずやりますよ。世界中のヘブライの子孫からお金を集めます。多分すごい金持ちもいらっしゃるんで、はい、結構資金が集まると思うんですよ。ちなみにそこではお土産は売るんですか？アークまんじゅうとかアークさんとか素直ですね。あのアークン、アークンとかも出てくるんですよ。ゆるキャラのアークン。僕はあのソロモンくんを出そうかな。ソロモンくん重要です。いろいろ大事なもの。ノアくんとも出ますね、いろいろ。山口氏が提唱する2018年の未来はこちら。四国の夜明けは近いぜよ。以上で紅白両軍すべてのプレゼンが終了。第5回紅白オカルト合戦も運命の結果発表を残すのみ。さあ、それではいよいよ結果の発表です。まずは会場にお招きした一般審査員の方の判定から行いたいと思います。紅白両軍のプレゼンをお聞きになって、より衝撃度が高かった方の札をお上げください。どうぞ。見た目はほぼ同数。果たして一般審査員の結果は。さあ、集計の結果が出たようです。一般審査の結果は白組35人、赤組30人。はい、ということで一般審査票として1票が白組に与えられます。レジェンド白組が一般審査票1票獲得。さあ、続いてゲスト審査員の審査に移ります。皆さん、心の中で審査の方決まってますでしょうかね。はい。それでは初の試みとなったオカルト世代闘争、紅白両軍のプレゼン対決、より衝撃度が高かったのはどちらだったのか、一斉に発表しましょう。お手元の札を上げて発表してください。よろしくお願いします。時は来た。世代闘争をテーマにしのぎを削った第5回紅白オカルト合戦、勝つのはベテランが集結したレジェンド白組か、それとも下克上を狙うニュージェネレーション赤組か。いざ運命の時。よろしくお願いします。飛鳥さん赤、三浦さん白、光さん赤、なめこさん白、大月さん白。ということは4対2白組の勝利です。さすがの貫禄。優勝はレジェンド白組に決定。さあ、それでは勝利した白組大賞に審査委員長の大月健二さんから優勝旗を授与していただきます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、白組大賞の山口さん、おめでとうございます。あ、カニメンチに負けたら恥ですからね。別に恥ではないですね。どうなることか。はい、今日はあのレジェンド軍としてチームの皆さんのね、プレゼンはいかがでした？いや、もう最高でしたよ、うん、まだまだ若手に、我々この50代の働き盛り、負けるわけにいかないと、これもう胸を張って新しい年が迎えられますね。あ、そうです。喜んで。緊急検証2018年度版超新薬目視録、今日紹介いただいた情報はまさに紅白にふさわしい、年に一度ここでしか聞けないものばかりでした。そして何よりオカルト界は死なない、そう強く実感させる素晴らしい戦いだったのではないでしょうか。2018年がオカルト界にとって緑多き年になることを願いましょう。それでは皆さん、良いお年を。